東京都立北園高等学校は、東京都板橋区板橋4丁目に所在する都立高等学校。1928年に開校した東京府立第9中学校を前身とする都立高校。戦前は他の府立中学と同様に、中訓愛国教育や軍隊式教育を採用していたが、その中でも軍国主義的傾向が強かったのが宮中であったと。 言われている。第四学区で、竹早高校と共に、小石川高校に次ぐ位置にあり、1950年代から1960年代に、かけては10から40名前後を、東大100名以上を総計に排出していた。グループ合同選抜制度時代には42グループの、首位であった。現在は、都から、進学指導推進校に指定されている。 新生高校に改祖された時からの私服校であり、制服がない由来としては、戦後すぐで物資も少なく、父母に負担をかけたくないということと、北遠制なら各自の良識に委ねて大丈夫だろうと判断されたためである。これは当時では非常に珍しいことであった。前述した制服が存在しないことや、生活面を細かく規定する校則が存在しないなどの、 生徒の自主性を重視する工夫が特徴である。これは戦前の軍国主義的な教育を行ったことへの反省から生徒の中に芽生えたもの自主独立の寄付を傷つけることなく育て上げるという当時の教員らの方針によるもので、この方針は70年以上経った今でも受け継がれている。このほか新生高校になった当初は、 ホームルーム担任を生徒が自由に選択できる指導教官制や受講科目と教科担当教員を生徒が選択し時間割を自由に設定できるモザイク制といった全国でも類を見ない制度も導入されていたが1959年に廃止された現在は大学受験への取り組みが熱心に行われており国公立大学 南関私立大学合格を目標とした進路指導を実施している。放課後や長期休業中に進学補修が開かれるほか、高3で小論文指導、高12で英語と数学の勉強合宿を実施している。また、週1回2時間行われる第二外国語教育に熱心なことでも知られている。2010年度より、 区要会などの協力のもと、長野県や新州大学と提携した、新州北園プロジェクトを開始する。プロジェクトでは、南関大学に現役合格できる学力と未来を切り開く人間力の育成を目指して、長野県にて、勉強合宿や大学のキャンパス訪問、新州の森体験、森林保全合宿などを実施している。公明は、城北の学園に由来する。 昇降口前の中庭にヒイラギの木が2本植えられており、北園のシンボルとされている。その歴史は古く、不立旧中創立時に1本のオスの苗木を、練馬区坊所にある神社の社務所から持ってきて植えたのが始まりとされる。その後、驚愕化された際に、オスだけだとかわいそうと隣に、メスのヒイラギを植え、現在の様相となった。北園高校と、 名称変更された後に、この木のように立派に育ってほしいとの願いを込めて、シンボルとされるようになり、高価の歌詞や口述する文化祭の名称にも採用された。高知周辺を含めて、かつて、加賀藩前竹の広大な庭園を含む下屋敷が存在し、現在の高知は、下屋敷の建物があった場所と言われている。しかし、下屋敷がなくなった、維新後は、 35が、原、35、原と呼ばれる、荒れ果てた野原であったとされている。この名称は35紹介という会社の所有地で、あったことに由来し、講演会、35回の名前の由来にもなっている。創立当時の住所は、東京府北都島郡板橋町大和金沢。伝統的に、第二外国語教育に力を入れており、 希望者は1年次から2年間継続してドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語を学ぶことができる。高校課程でロシア語を2年間履修することができる。高校は全国でもほとんど存在しない。ドイツ語には特に力を入れており、3年次には5単位の英語の代わりにドイツ語を履修することができる。このため、大学入試科目でドイツ語を選択する生徒も、 少なくない。ドイツ外務省が主催するパスクパートナー校に指定。2010年は3名のドイツ留学が実現した。以来、毎年数名が留学している。また、ドイツ語で、初めて ALT 講師を迎えており、全国高校生ドイツ語スピーチコンテストでは、第1回から毎年応募者がおり、優勝者も輩出している。板橋区の東端にある、敷地は、 国道17号から少し入った場所。隣には、板橋区立板橋第四小学校があり、生徒会との交流活動が行われている。現在では、服飾部による、ファッションショーや、ストリートパフォーマンス部による、ダンスパフォーマンス、フリーミュージック部による、ご野菜ライブ、開会式で上映される、映像研究部の、司会決定ビデオなどが看板となっている。 テーマ1952年にはバスケットボール部が国民体育大会に出場し全国2位の成績を残した。また、1956年には全国大会で3位となっている。このほか新聞部も1953年に全国新聞コンクールで優勝している。政治経済学術文化芸能、マスコミスポーツ。ありがとうございます。